演舞開演。どうも、本日はこちら山崎製パンのトマトとベーコンのパンを食べたいと思います。今日はこれどう見てもチーズ系のようにも見えるのですが、完熟トマトのソース使用、トマトがしっかりあるって感じですね。なんかちょっとフランスパンっぽい雰囲気もありますね。では中身はこんな感じです。トマトは上の方だけですね。ではいただきます。完熟というだけあってトマトの甘酸っぱさは口の中に広がりますし、チーズもやっぱりあってその存在感もあるんですが、ベーコンがちょっと弱い気がしますね。切るのではなくそのままドーンと乗っていた方が良かったかもしれません。まあ、ちょっとピザっぽくなりますけどね。生地ももっちりとしていましたね。フランスパンっぽかったですけど硬くはなかったです。なのでこちらの点数とさせていただきました。では鰹やや水の中にて泳ぎます。なんかもうそのまんまですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。